ゆっくりがお送りする願音実況動画。今回は、ゴールデンウィークということで我々もパーッと景気よくデロックスガシャコーンを回しちゃいましょうよ。血の滲む思いで溜めてきた命の直ち気を溶かしまくる狂気の宴を開演しましょうよ。課金しろマリサもいますよ。すんませんわし PS4 買ってもうたんで残念ながらもうリアルマネー使い果たしてますんで罵倒ペツーいつでもいけます。ガンオンから逃げるな。ということで今回回すのは連邦の最新デロックとなります。ジオンは前回赤マンサで全部溶かしてますからね。全部溶かして銀図すら出ませんでしたからね。2回目に行ってゴミしか出なかったんでね。つかなんで強化ダブルゼータ回さねえんだっつう話ですよ。いや正直そこまでダブルゼータ好きってわけでもないし、見た目好きな機体の履帯ってのがガンオンやってる一番のモチベだと思うんすよ。強い機体乗るだけがガンオンじゃないですから。なんで今回の狙う機体は？ヘイズルに決まってんだろ320でめっちゃ強いって聞いたかんね。正直ヘイズル系全然知らねえけどは必要やつ欲しいかんね。強い機体欲しいからデラックス回すんだかんね。これペイズルみんなゲームだかんね。相変わらず立ち位置ぶれまくった主張ですね。まあバイカスキンズもちょっと欲しいし。オリジン版のガンダムもキンズなら割と悪くなさそうですからね。これはプロガンデル流れ。初回11連いきなりの白枠スタートもわしの逆境魂よヘイズルを引き寄せろ。当然のようによるしかにキンズ。だがまだチャンスは2回ある今のですでに悪いもん全部出し切った感ありますからね。次でバチコーン青ヘイズル来ちゃいますから。次でどっちかのガンダムキンズ出ちゃう予感ビンビンに来ちゃってます。からどっちやどっちのガンダムが来るんやフェネクスかまさかのフェネクス来ちゃうパターンかいよナラティブ機体とか伝説のウニコーン3号がこの手に来てしまうのか大丈夫ですか判件関係大丈夫ですかねレイムさん大丈夫でしたよ。ふざけんなよ、銀図しか出ねえじゃねえかよ。ふざけんなよ、金返せよ。課金チケだ言ってんのに。わしのフェネクスを返せよ。最初っからねえよ、そんな機体。もう次こそは金図でっからね最悪でもヘイズル銀は出ますから。いやオリジンガンダム銀出ただけでもラッキーですよ。確率を考えろ150のうちもうすでに22も引いてんだぞ確率的なことを考えろよ何パーセントだよ。自分で計算しろよ。ふざけんなよ銀しか出ねえじゃねえかよしかもオリジンばっかでヘイズル銀さえ出ねえじゃねえかよ。もうオリジン出たんだからええやろ霊夢さん諦めよ。まだフェネクス出てないでしょうがよ。ねえんだよユニコーン機体とか。おーし、プレボ貯金下ろしてきたでー。こいつは負け続けるタイプの人間。来い、フェネクス来い。フェネクスかヘイズル来い。ヘイズルしかねえよ。フェネクスやめるのだ、フェネクス。フェネクス、フェネクス。やめるのだ、フェネクス。こいつは新井さんのモノマネやりたかっただけだな。はい、バイカス銀図いらない。でもまだ2枚あるのだぞ、安心しろ、フェネック。私フェネックじゃねえよ。ここまで11連で出ないってことはむしろ単発の方が今日は出やすいってことなのだぞ。うん、そうでもなかった。レイムさんまたやってしまったね。つうことでこのままでは尺足りない問題発生してまうのでここは取ってつけたように銀図オリジンガンブムの試乗会をダカール地方でやっていくフレンズです。ちな今週連邦エグいくらい連敗して現在大位となっております。やっぱみんなギャンクリーガー欲しくてジオン行ってるんやなって。あながちギャンクリ目的でジオン人口増えてるんじゃないかとマジで思う。これもビルスーツコレクションするゲームなんでね。つうことで使用機体はオリジンらしくガンダム4機編成です。明らかにアクア GP だけ浮いてるけどここ海大事なんでね。どうやら作戦だと海扉開く時間に合わせて突らしいんで初動は完全に捨て駒のオリジンガンブムを投げ捨てていくスタイル。一応今回のメイン機なんすけどね。アクアタソが強すぎるからね仕方ないね。つうことで初動2分ちょいでこいつの性能を全て出し切る
ぞ。無理やろ。知ってる。ともかくはじめは敵突警戒しつつのバトルエリアで制圧ポイトン稼ぎのガンダムの名に恥じない任務。ここ割とすぐ終わること多いんで少しでもポイント稼いでおきたい。連邦でもスパイダーマ、キンズ取っときたいんでね。今回も個人順位によってイベントアイテム微増するんで少しでも早くガンオン地獄から解放されたい。いやこいつなんでこのゲームやってるんだ。新機体欲しいからに決まってんだろ。割とガチで機体コレクションゲーなんじゃないかと思える不思議と。いきなりスーパーナパームで燃やされるガンダム南極条約違反だぞ。さすがジオン汚い。ただのちびっかいの焼夷弾なんでセーフです。もしここは一旦ショルダーキャノンだけばらまいて避難か。なんでメイン火力のバズーカ持ってきてねえんすかね。まあみんな使ってる武装じゃ面白くないじゃないの。市場なんだからショルダーマグナムさんも使ってあげなよ。かわいそうでしょ。こいつの最大の欠点はこのショルダーマグナムがただの内蔵端マシってとこだと思うんですよ。これはちょっと赤マンサの内蔵ハンドビームガンと同じ匂いがしますよ。ボイチョと初動 C のポット破壊してるやついますよ。拠点ポット壊すとか人間のすることじゃねえでしょうがよ。いつもお前がやってることだよ。そしてこの敵倒すと体からブルーハワイの汁が溢れ出すのがオリジンガンブムの良きところ。敵を倒すと5秒間ブースト初速ウープアーマー DP の火ダメが減少。そして全武器が即座にリロードされるという固有文字効果があるな。あと若干ミント系のええ匂いがします。ないです。攻撃をそなとこを見せつけながらオリジンちゃん A 防衛に来るも特に異常なし。念のためアーマー回復してからほんじゃそろそろ突のお時間なんで再び激遅気筒でアクアタソに乗り換えますね。こいつ気筒遅いアピールしたかっただけやろ。機体性能的には最高速度がかなり遅いってのが気になるものの、ブースト容量が無強化で1480と異様に高いのが特徴。アーマーも高めで高耐久の盾もあるんで銃撃に近い感じかな。と言ってるうちに時間きっかりに連邦水泳部の南と使いし、ちょうど扉開く17分にたどり着くよう40秒前に4集合と。これはかなりマップ熟知した代理さんな模様。こんだけ水泳部集まれば特化力も十分なんで、ここはわしはジオン防衛の足止めに徹するか。相手防衛は陸上機多いんでこういったアシスト役もアクア GP の大事な仕事。肩パッドさん単ミサヨロケもハープーそのリロード長いやつ。バリアゼータさんのゲロ尾翼に感謝しつつ突参加もすでに C 割れ。これはいい時間指定突。やっぱ識力高いダイリールと全然違うね。とはいえまだ油断は禁物。わかってますって。ここはオリジン仲間の極地型ガンブムでバトルエリア内極地戦で暴れちゃうぞ。ごめん無理だっちゃ。知ってた。だが安心してほしい。我々にはプロトタイプガンブムという完全にガンダムの劣化版とか下340機体が残っているのですから。自慢の360コスビームもガンダムに追いつかれ、マンバズで一気に突き放された乗車必須液体。だがプロガンちゃんには唯一無二のユニーク兵器99体貫通ジャベリンがあるのですから、プロガンちゃんすごい。なおここまで全て FA ビームによるキルのみ。ならば見よ、これがプロガンの平泳ぎ格闘術だ。ガンダムのと同じ。しかしここで無念の大破。プロガンちゃん頑張った。ユニーク武器のジャベリン抱え落ちしてるんですけど、それはあんなネタ武器使ってる暇ねえだろ。ガンオンは遊びじゃねえんだよ。せめて補給化にしてください。運営さんお願いします。なんやかんやで尺も押してるんで、バッサリカットでオリガンの2度目の出撃シーンから、おっと中央からネズ狙っちゃう。悪いジオン兵はこのオリガンちゃんのマグマムが黙っちゃいないぜ。危ねえ、ギャンクリモを取ってるとか。こいつやべえ、ジオン兵だな。これ撮影したの木曜ですから、わしも早キンズ取って楽になりたい。まあ新機体のキンズ1枚は早めにキープしときたいってのがガンオンプレイヤーの心情ですんで。とりまここは BA 入りつつの肩からマグマム。正直射程長いのだけが内蔵端マシの長所ですからね。これ多分ビームライフルの方がいいな。このマグナムもフルオートにし
して FA ハープーンと同じ性能にしてもらえませんかね。それなら FA ハープーンの唯一の弱点であるリロードの遅さもこいつの固有模樹性能で補えるんでいいんじゃないすかね。ただそれだと340コスにしては強すぎる感じもありますけどね。まあ現状は通常バズからの肩バズに胸ガトリングって武装が安定かな。でやばいゲルザク来てんぞマグマム。わしのショルダーマグマム仕事しろ。コスト200とかろうじて相打ち、これもう期待性能とかじゃなくて PS の問題ですんで。あとは南の海でも警備しとくかと思ったら味方の核運業者が Y に当日配送するというプライム会員限定のお急ぎ便で終了。あすんません私レギュラー会員です。聞いてねえよ。つうことで今週連邦初勝利やったじゃん。いや6連敗だったからね。これは嬉しい。正直完全に引きがちなところありましたね。これぞ100人対戦といったところ、こういう勝ち方がやっぱガンオンの醍醐味。個人成績はいつものだったけど、まあ勝てたならそれでよし。しかし左官までが遠いっすね。やっぱ戦力偏るのは陣営分けしてるからしゃあない部分もありますんで。トリマ MS 開発計画書5枚ゲット。連邦の赤ディテクターも取っときたいんでね。マグマムに威力 1% の神オプション多分もう使わないと思いますけど。そんでは皆さんお疲れ様でした。来週はデイリー5回でマスメカと10万 GP のいつものイベあります。無料期待金図のついでにデイリー消化もやっときたいですね。そして恒例の沼更新。両軍水中機と熊欲しい人にはいいかも。あとは今週のラッシュイベも続くんで、両軍新期待金図は確保したいっすね。今週取れたら来週はジャンクリ動画かな。つうことでゴールデンウィークももう終わるけど、ガンバガンバ。土曜の夜に嫌なこと思い出させるスタイル。